岩出採取家にあとは、平安時代後期から南北朝時代初めまで、三重県渡来郡玉城町岩出に構えられた、伊勢神宮の採取の住宅の遺跡である。神宮採取が館を構えた岩手は、宮川上流左岸に位置し、菓子が岩の壁になっていて砕ける流水が波打つところから、岩波の里とも呼ばれ、古来宮川修行の用地であった。現在の浅井千原町に、 宮屋敷というところがあり、ここに、採取館があったという。また、王子は、千原町というあざなであったが、この千原が転化して、今は一元のあざなになった。神宮祭主職は、伊勢神宮の神館の長官で、身分的には、神議館に属し、年中4度の大祭に直視として、伊勢に下校する以外は中央にあって、神宮行政を干渉していたが、 第30代の採取、大中富タスク親の時に、岩波の里に赤を構えて土着、これを、お立てと呼んだと思われる。その後、タスク親の着流が、再主職を継承し、岩出を加盟にして、岩出殿と称され、広大な昭園を支配するとともに、京都の文化を移植したと言われ、鎌倉時代初めに第45代の採取となった、大中富の大高からは、 不死相省を基本とする世襲職となった。南北朝時代になり、延元2年に南北両朝軍が激戦を交えるなど両朝による戦乱の地となると、採取官も次第に大天に傾いた。南北朝時代には、岩手採取下の直径は北朝から部任されたが、南朝方採取も置かれるなど、採取下も両朝に分かれ、昌平2年10月、 南朝に着いた下空のネギ、渡来家ゆうが、伊勢地高図馳の馳山に城を築き、楠木正行にこうして、兵を挙げるために、川端に集めた軍病を馳へ集めたが、この軍病の間に、北朝に味方する岩で採取を打つとの噂が流れ、この流言に怯えた岩で採取千方だは、翌三年正月四日の夜半密かに経営逃れている。また、王仁の乱を境に、 在地の情勢が緊迫すると、以来採取官も荒廃し、文明年間に、アイスたが、新領奉行を設けるまで、岩波の廃類と呼ばれた。また、採取家も、伊勢の居住自体が困難になり、第86代採取の藤波中の頃には、伊勢居住を諦め、京都に厳重した。ありがとうございます。